日が。はるなちゃん、白いコサージュは用意できたの？ええ、それはなんとか。みゆさんに似合う可憐なものを用意いたしましたわ。でもそのコサージュを見るたびにドキドキしてしまって。あんまり気負いすぎない方がいいって。リラックスリラックス。あ、噂をすればみゆちゃんなの。みゆちゃん、みーこちゃん、おはよう。あれ、はるなちゃんは？いつもならこの時間にはもう教室にいるのに。え、本当だ、いないの。おかしいな、さっきまでいたのに。はるなちゃん、どうしちゃったのかな。もう、まったく手がかかるんだから。ねえみゆちゃん、ちょっとお願いがあるんだけど。ふう、休み時間になるたびにコサージュを渡そうと試みては見たものの、結局は渡せずじまい。私、なんて育児なしなのでしょう。あ、ホコリンボ怪獣ハルラ、みーっけ。早速、怪獣さん大使なの。ああ、二人ともお元気ですわね。私に何の用です。あ、ハルナちゃんがホコリンボ怪獣って呼ばれても何の反応もしないなんて。こりゃ重症だね。仕方ない、私たちでお話聞いてあげよう。ああ。はるなちゃん、休み時間のたびにここに隠れてたの？道理でどこにもいないと思ったの。どうして逃げてるの？練習もちゃんとしたし、あとはみゆちゃんにコサージュを渡すだけなの。それは、いざコサージュを渡すとなったら、なんだか怖くなってしまって、昨日からずっと悪い想像ばかりしてしまうんです。みゆさんに迷惑になってしまうんじゃないか、困らせてしまうんじゃないかと。そんなの考えすぎだよ。むしろそうやって逃げ回る方がよっぽどみゆちゃんを困らせることになると思うな。ですが、確かにみゆちゃんがどういう反応するかは分かんないけど、でも、はるなちゃんがあれこれ考えても答えなんて出ないよ。みゆちゃんがどう思ってるかなんて、本人にちゃんと聞いてみないとわからないでしょ。あ、そう言われてみれば、みゆさんが私のことをどう思っているのか、聞いたことがありませんわ。みゆさんは、私をどう思っているのでしょうか。ただの友人？それとも。はるなちゃん頑張って。私みゆちゃんに放課後礼拝堂に来てって言っておいたから。みーこたちははるなちゃんを応援してるの。くるみさん、みーこさん。あれ、みんなどこに行っちゃったんだろう。昼休みもうすぐ終わりなのに。くるみちゃんとみーこちゃんはまたどこかで遊んでるのかもしれないけど。あ、すみません、私にもちょっとわからなくて。わかりました。あの先生、その胸元の白いコサージュ、とても素敵ですね。よかったですね、先生。